神経堤は肺発生において生じる脊椎動物特有の構造。ここから遊離する神経堤細胞は多くの頭部骨格やメラニン細胞、神経節や神経二価和細胞、クロム親和性細胞、一部のホルモン産生細胞などを生じる。非常に多くの構造へ分化するため、外肺葉、中肺葉、内肺葉の3肺葉に続く第4の肺葉と例えられる。一般には神経管が形成される時期に神経管と外肺葉上皮との間に位置し、神経管の閉塞に伴って未分化な神経堤細胞が破裂、遊走する。1868年にスイスの発生学者ヴィルヘルム・フィスは鶏の神経肺にある肺側外肺葉と神経管の間にある細胞の列をジシャンストランとして記述している。その後1950年代まで神経堤についての研究はほとんど両生類肺で行われた。魚類を研究したニュースは神経堤を肺気の注目すべき構造と記述したが、その後10年間その起源は謎のままだった。1960年代にチミジンミエ水素化による細胞ラベリング法がシボンとウェストンによって開発されたことにより、両生類と鳥類でこの分野の大きな進展が見られた。しかしこの方法が使われたのは一時的であり、鶏とうずらのキメラを作ることによって確かな結論が得られた。1970年代に行われた精力的な諸研究については、ニコル・ルドワランによる概説書に詳しい。神経堤細胞という名称は、両生類や鳥類における神経肺形成期での外、肺葉分側部からの遊走を明らかにした研究によって名付けられたものである。人では実際に遊走するのは神経管外側縁からであるが、同じ神経堤という名称が使われている。ドイツ語のNeuralleiste、もしくは英語のNeuralleisteを語源とする。なお、英語のニューラルクレストからの直訳である神経管という訳語も使用されている。ニューラルクレストというのは神経管が閉じた後に肺側で移動を開始する神経堤細胞をトサカに見立てたものである。2008年現在、研究者や書籍によって両方の用語が使用されている。しかし、神経管の語を使用した場合、文章上では良いが口頭では神経管、神経管細胞が神経管、神経管細胞と極めて紛らわしく、意思の疎通に支障を生ずるので、神経堤の方が妥当という指摘がある。神経堤組織となる細胞は、骨形成タンパク質 WNT、繊維目細胞成長因子に誘導され、Foxd3、ロブ及びSLACKの核タンパクを発現し、また N カドヘリンの発現を抑制する。神経堤細胞の運命を決定するのは、Pax3 と Zic1 でこれらが協調的に働くことによって、神経堤細胞のマーカーである Foxd3 などが発現する。神経堤は、その機能によって大きく分類される。頭部神経堤細胞の分化。主に以下の構造へ分化する。遊走先として、神経堤細胞が遊走するには、細胞外マトリックスであるインテグリン。フィブロネクチン、ラミニンの相互作用が必要である。エフリンは、θ後方部に発現し、腹側経路にある対患部神経堤細胞に対する抑制性のリガンドであり、細胞内のチロシンキナーゼを活性化させて、細胞移動に関わる重要な細胞骨格である、アクチンの阻害タンパクをリン酸化する。その結果これらの細胞がθ前方に遊走するようになる。トロンボスポンジンは、θ前方部への遊走を促進する。これらが間違った場所で発現してしまうと、色素細胞がその場所に遊走、増殖する。神経堤細胞は、様々な程度の可塑性を示す。対患部神経堤細胞の中には、多能性を持つものがある。頭部神経堤細胞は、対患部に移植すると対患部神経堤細胞となる。しかし、心臓神経堤細胞は、遊走前から役割が決定されている。神経堤の誘導、形成、遊走の欠陥に起因する疾患を神経低症といい、この内限局性白皮症やヒルシュスプルング病を引き起こす遺伝子がマウスやラットのモデルでクローンされている。ありがとうございます。